いろんなことをデーモンさんが試すんですよ。本当にお客さんが楽しむこととか笑うことに対して敏感な方で、で彼らは、久しぶりに会ってもね、いつでもウェルカムって感じだし、楽しい連中だと思いますね。実は自分が離れるときに、解散するときは絶対行くから呼んでくれって僕は言ったんですけどね、ちゃんと約束を果たしてくれてとっても光栄ですね。入っております。はい、可愛い顔してくださいね。みんなね、14年間のこのやってない間を埋めようとしてんのね。うまくやんなきゃ、練習もそれは大事なことなんですけど、いりゃいいんだから。下手でもやってるってことに意義があるんだから。世紀末の名のもとに集まった総勢13名の悪魔たち、時を超えて現れた歴代の構成員からなるサタンオールスターズ。彼らと同じステージに立ち、現メンバーは改めて世紀末に何を思うのか。もう自分だけの力じゃないですね、これはみんなの、そのやっぱり力っていうんですか、それが全てだったという、なんか一つのものを壊さないで大切にしていこうという、そのみんなのその思いっていうんですかね、それがやっぱりこう通じ合っていたというか、それでやっぱり存続できたんだろうと思いますね。やっぱりその同じプロミュージシャンを14年間続けることとは全然性格が違うことだと思ってるから、生活の全てだったよね。興味の対象の全てだったし、格好がさ、普通の人間の格好じゃない悪魔の格好をするっていうところの、まあある種絆みたいなもんはあるかもね。そういうところが世紀末を支えてるのは大きいかもしれない。特にこの3年間皆さん、個人個人のいろんな、なんて言うんでしょうか、俺はこうしたいとかあったんでしょうけれども、その辺を、集団の世紀末というバンドを皆さん最優先されて、皆さんで団結されてですね、頑張ってこられたことに関して私も敬意を表したいと思いますし、でもやっぱり皆さん俺たちはやらなくちゃいけないっていう、なんか使命感のようなものを持って重いものを背負ってやってたっていう感じがすごくひしひしと伝わってきましたですね、そばで見てて。バカみたいなことでもやってみるもんだなっていう感じかな。とにかく一生懸命何やるにもバカみたいなことほど一生懸命やった方がいいなっていう気がするよね。それがかっこよさになるんじゃないかなっていう。はい、LK ホールへお越しのお客様、そのままこちらの方にお上がりください。LK ホールへお越しのお客様、こちらの方にお上がりください。もう来ちゃったかって感じですね。もうやることが多すぎちゃって、かなり無謀なバンドの本領発揮というこのラスト3デイズ。それでもね、この大変な3日間をやったら、それはすごい達成感があるなっていうのは、うちならではのところはあるわな、やっぱり。なんだっけ質問は、感触だから上々だ。最初から一つで言えよ。
本当に長い間お疲れ様でしたって心の底から思いますよ。よく本当に僕が撒いた本当にちっちゃいこの種が花開いて葉っぱが出て芽が出てね、花開いてその花のままもう永久に続く、永久にまあ永遠の別れにつくわけでしょ。うん、その辺のことはすごく素晴らしいと思いますね。ホームっていうかね、うん、すぐ家出しちゃったけどやっぱ家ですね、なんかね、うん、実家っていうのか、うん、ふるさとっていうか、うん、ここでやっぱ本当に今の自分のそのね、ミュージシャンとしてやっていくそのベースの部分は全部ここでいただいたものっていうか、ここで学んだ体験させてもらったものだから、うん、楽しかった。うん、ですね、感謝の気持ちでいっぱいですよ。ゾッドを破るはそのシンボルである釜ベースを自らの手で叩き壊して世紀末との思い出を断ち切るかのように、こうして歴代構成員に送られ2日目のステージは終わった。魔暦元年、地球暦1999年12月31日、この日はいつもと変わらぬように静かに始まった。うん、ちょっと一回試しに来てください。しかしただ一つ違っていたことがある。それは世紀末、最後の時が刻一刻と近づいていることである。でもそのことは誰も口に出さなかった。静かに流れる時間がそれぞれの思いを募らせていく。